はい、こんにちは。グラフトネットワークの13回目の授業です。よろしくお願いします。それでですね、授業自体はこの13回目と次の14回目で終わりになります。で、その後また、実施レポートの第2回目があるという形で進んでいきます。はい。で、コメントの方またいただいたので、見ていこうと思います。はい。で、あれですね。コメントで、ここでちょっと補足したいものだけちょっとピックアップしていきますけども、これですね。スライドの19ページよりかですね、2時間がかかりました。どこかでグラフの他の辺に変曲線が引っかかる場合はないのかと思って、それを書いてたのですが、外面が非誘拐なので、それはないのかと理解しました。ですね、その通り書いてあるんですけど、ですね、外面が非誘拐であるっていうのは正しくないんですけども、引っかかることはないです。で、ちょっと補足します。でですね、補足するので、けども、まあ、まずこの図を見ていただければ、この E っていうのは、これ、切断片なんですけど、だからまず、どういう質問かというと、この性質を証明するっていうところの証明の質問なんですけども、それは、この E が切断片であることと、E を境界に持つ面が有意差ってことが同値だってことなんですけども、まあ、この場合、この E を境界として持つ面は、ここにあるこの外面ではないので、だから、まず、その考えている面が外面であるっていうことではないんですね。まあ、非誘拐であるというわけではないんですよ。だから、まあ、誘拐なんですけども、まあ、何するかっていうと、これが、この E という面を境界に持つのが唯一であるときに、この辺が切断辺であるってことを証明しようとするんですけども、そのときに何を考えたかっていうと、これですね。この E という面を持つ、E を持つ面、E を境界に持つ面が一つであると、唯一だと仮定したときに、まあ、その面が F なんですけども、そこでこういうふうにこの、平曲線を取れるっていうふうに言ってるんですね。で、これが、まあ、その、G の辺とぶつからないんですけども、まあ、それぶつからないように取れるわけです。で、まあ、先ほどの例を見ていただいても、まあ、その場合ぶつからないように取れるわけですね。この場合、まあ、ここら辺からスタートして、こんな感じで取れる。で、まあ、取れるって言ってて、本当に取れるのかってことは、まあ、ちゃんと言ってないからいけないんですけど、まあ、例えばこういうふうに考えればいいでしょうって考え方はあります。で、何かっていうと、今この、まあ、この辺があるので、この辺があるので、この、まあ、辺の端点はあるわけですね。辺の端点っていう、まあ、頂点はあるわけです。だから、今、まあ、この E 上の点、E を表す曲線上の点を取って、まあ、こっち側にこう進んでいくんですけども、その時に、まあ、今ここではなんかこういうふうに進んでるんですけども、まあ、そうじゃなくて、例えば、まあ、このグラフに沿って進むっていうのを考えましょう。じゃあ、今この辺に沿ってこう歩いていくと。で、そうすると頂点にぶつかるわけです。で、頂点にぶつかったら何をするかっていうと、まあ、そこから出てる、それに接続する辺っていくつかあるわけですけども、その中で、まあ、どういうふうに言えばいいのかな。まあ、この場合だとこう進んでいった方から見て、こっちの角度で、見たときに、初めに現れる曲線に沿って、そのそばを歩いていく。そばっていうのはその面の中を歩いていく。ってことをしましょう。で、そうすると、またその、曲線の端点にまた、曲線が表す辺の端点にまたぶつかるわけです。で、そうしたら、またそこにこの接続する辺がいくつかあるかもしれませんから、今のようなルールで、この角度を見て、初めに、出てくる辺を表す曲線に沿って、まあ、上げていくと。ってことをしていくと、この元の、この、この点に戻ってきて、この元の点にこう戻ると。この、E 上の始めにスタートして戻るということになります。で、そうすると、今、この、重視でたどっていたところを、まあ、膨らませる、まあ、ある、まあ、膨らませるというか、これ、本当はこの、水色のところを通ってきてるんで、だからこの辺の上を通ってるのじゃなくて、この水色のところを通っているっていうことが重要で、で、そうすると、これは、その、この面ですね。面 F の中を、そのグラフの辺や頂点を表す曲線や、点を通らないで、この平曲線が描けるということになるわけです。で、これは、ここの考えている面が、誘拐であろうが非誘拐であろうができる。ことになるわけです。で、そうすると、まあ、先ほどの、ここは消さないで、先ほどのようなこういう曲線が取れると
ということになるわけです。だからまあ今のプロセスこうやってみると、この P っていう点からまあこういうふうに進んで、ここからこういうふうに進んでいる。こんな感じですね。で、どこかにこうまた、断点があったら、そこからまたこういうふうに進んでいく。なんかこんな感じのイメージを持ってほしいということですね。で、なんかこういうふうにすると、なんかなんでしょうね。ちょっと誤解を生むかもしれませんけど、まあでもこれは、誤解読みようがないですね。じゃあ、これでいいですね。で、こんな形で、これをまあ広げたのが、この赤いものだというふうに思ってもらえばいいかなというふうに思います。で、こうすれば、今、この中の部分、これも平面描画になっているわけなので、これで、辺の交差も、なんだろう、この、取ってきた平曲線が、中の部分のどことも交わらないという形になるということになります。いかがでしょうか？あんまりよろしくないですかね。いいでしょうか？良さそうですか。はい。そうですね。やっぱり本来はもう少し厳密にやらないといけないとは思うんですけども、何しろちょっとこの描くとかですね、そういうのがちょっと直感的な概念で進めているので、まあ、よろしくない部分はあるんですけども、ちょっとこれでご理解くださいということになります。はい。これが初めのご質問でした。で次ですね。最近別の教科で CG の UV 座標周りを扱ったのですが、できる限り連結かついい感じに展開する方法、用途などにもよりますが、を求める方法にもこのあたりの理論が使えるのでしょうか。ですね。まあ、まず、この質問に答えるとこれ CG の UV 座標周りっていうのをちょっと説明しなくちゃいけないんですけども、まず、一つですね、重要な点を、言いたいことを言いたいんですけども、このようにですね、他の教科とかですね、他の講義とかですね、他の授業とかですね、あるいは他のどこでもいいんですけども、そういうところでその学んだこととか勉強したこととか、まあ、自分で考えたことっていうのが、この授業とか、まあ、この授業だけではなくても、別のところの何かとこうつながりがあるかなとかですね、関係してるかなっていうことを考えるのは非常に重要です。非常に重要です。で、まあ、大学の授業っていうのもですね、このまあカリキュラムとしてできてるわけです。だから、なんだっけ。授業の間のですね、関係とかそういうのが、まあ、ちゃんとないといけないわけですけども、往々にしてですね、この教えてる方がそういうことを気にしないことっていうのはあるわけです。まあ、私は気にしようとはしてるんですけども、まあ、先生によっては全然気にしないとか、まあ、気にしようと思っても気にできないとか、いろんな事情はあるかもしれませんけども、で、そういう時にはですね、この受講している皆さんがちゃんとそういうのを気にするってことは非常に重要で、その、授業一つ一つがですね、別々にあるんじゃなくって、その関連してるんだってことを、感じながら勉強していってもらえるとありがたいかなと思うわけです。で、このコメントに戻るんですけども、このまあその CG の話をちょっとしたいんですけども、で、結論としてはまあ関係があるという場合もありますということになります。で、これはですね、どういう話かっていうと、テクスチャーマッピングっていうのがあって、ちょっとそれをまず、紹介しないといけないと思うんですけども、これはこれかな？これは何だろうな。これは違うものかな。ですね。これですね。ちょっとこれを見ていただきたいんですけど、これを見て、ちょっと今、これはただ単に、ウェブブラウザを開いているだけだから書けないかな。書こうかな。書こうと思うんだったら、コメントをつける。これで、これを持ってこなくても書けるかな。ちょっと待って、これ書けるかな。書けましたね。書けましたね。思いのほか書けましたね。思いのほか書けたのでびっくりしたんですけども、ですね。それで、何をしているかというと、これはですね、その、まあ、3次元のですね、モデルが、まあ、この場合、ここにはこの、まあ、地球よりのようなものがあるとするんですけど、で、この表面に、なんかこの、なんだろう、まあ、模様って言いますかね、模様を貼り付けるということをするっていうときに、まあ、どうするかっていうと、で、その模様はですね、こんな感じで、この、平面的に、平面的じゃないですか、平面上の、イメージ、だからイメージっていうのを、今、日本語で言えないんですけども、イメージですね。まあ、図ですね。図というか、まあ、二次元の図として表されているわけですね。で、これをこの三次元のモデルに貼り付けようとするときにどうするかっていうと、この三次元のこの表面をですね、表面を一旦こういうふうに二次元の形に、まあ、こう切り開くわけですね。切り開くわけです。まあ、二次元というか、まあ、この平面の上にこう切り開くわけですね。で、切り開いて、そうするとですね、この大きさが違うんですね。まあ、この場合、なんかこんな大きさ。だから正方形っぽい大きさを持ってるんだけども、この実際のこのテクスチャーって、この図はこれ長方形的な図になってるわけです。で、そうすると、その、まあ、うまく、まあ、このテクスチャーの、
大きさをこの今切り開いたこちら、今 UV マップって書いてます、ありますけども、これに合わせなくちゃいけないわけですね。で合わせると、なんかこんな感じの、まずというかできて、で、それをまた戻してあげると。でそうすると、その、球面上にうまく、その、模様が貼り付くという形になるわけですね。うん。で、多分、聞かれてるのは、質問されてるのは、このですね、切り開き方の話だと思っているんですけども、それでですね、それの話をちょっとしましょうということになります。で、そうするとですね、何かというと、だからですね、何を言いたいのかっていうですね、どういうことがあると問題があるのかっていうとですね、だから、どこら辺にその、なんだろうな、工夫がいるのかってことをちょっと言おうとすると、例えばですね、これ見えますかね、これ有名なですね、ハッピーブッダっていう、三次元モデルというか、三次元モデルですね。これコンピュータグラフィックスでよく使われるモデルなんですけども、これは今なんかこの写真のように見えるかもしれません。このコンピュータグラフィックス、これがどういうふうに使われてるかっていうと、授業の中でもあったかもしれませんけどね、3D スキャンしてるんですね。実際こういう、これ確かお土産物だったと思うんですけども、お土産物の小さな仏像があって、それをその 3D スキャンして、こういう、で、3D スキャンして、出てきた点から、三次元モデルを作ってるって、そういうものなんですね。でですね、これはですね、ちょっとこれ戻ると何が見えるかな。ちょっと聞いたな。あ、この感じですね。今こう、お見せしたこの5番っていうのをここで言うと、ファイナルモデルなんですけども、そのオリジナルっていうのがあって、これ、今比べて割とこのなんか粗いなってことはちょっと分かったりするんですけども、まあこれ当時の技術ではそんなものだったんですね。これが1996年に作られたとかって確か書いてありましたね。だから、割と粗いモデル、割と粗いっていうのは元々の形をちゃんと再現してないかもしれなくて、でまあそれは置いとくとですね、何が問題かっていうと、先ほどみたいにですね、このモデルの上になんかこの模様をつけようとかっていうふうに思うときに、まあそれまた先ほどと同じように、まあ切り開かないといけないわけですね。で、切り開くときに何が問題になるかっていうと、このモデルというか、この仏像というか、このモデルですね。は、ここら辺にですね、穴がたくさんあるんです。穴。で、先ほどの例は、これは球面だったので、まあ、切り開き方は、別にそれも切り開き方はそんな簡単ではないんですけども、穴がある場合に比べれば簡単なんですね。で、穴がある場合はもう少しちゃんと考えないといけなかったりするということ。まあ、例えばどれぐらい切り開くか、どう切り開くとかですね。まあ、いろいろ考えなくちゃいけない。とあったりするんですね。で、授業でもあったように、ね、こういうモデルはですね、そもそもこの表面はですね、なんかその、なんか頂点と辺が、まあ、その三角形があったっていうか形の、その三角形メッシュを作ってるわけです。まあ、今この見せ方だと三角形メッシュわかんないですけども、まあ、この背後にはそういう三角形メッシュがあるわけですね。だからその背後にはグラフがあるわけです。で、グラフがあって、まあ、そのグラフに沿って、まあ、切っていくとかっていうことが、まあ、考えられるわけです。そうするとですね、何がポイントかというとですね、実は、この、なんか、授業でやったのは、スタンフォードバニーっていう、ウサギの像だったんですけども、ウサギの場合はですね、穴がなかったんです。で、実はですね、穴がないと、その三角形メッシュは平面グラフ、というか平面的グラフになっています。が、穴が開いてるとですね、平面的グラフになる必要はない。平面的グラフでないものも、このような、モデルの、その三角形メッシュのグラフとして現れるんですね。現れるんです。だけども、切った後、この指マッピングしようと思って、この切った後は、この平面に描かれてるわけなので、切った後にできてるグラフっていうのは平面グラフになってる必要があるわけですね。あるわけです。で、それをですね、まあ、そういうふうになるようにちゃんと切らなくちゃいけないということになるわけです。で、まあ、それをちょっと考えようってことを、ちょっとあと15分ぐらいやろうかなと思ってます。でですね、どういうことかっていうと、あ、ここまでなんか何話してるかってわかりますか？いいですか？よくわかんないかもしれない。いいですかね。でですね、穴がないと、その三角形メッシュは平面的グラフであるっていうのは、まあ、授業の中で、三次元多面体は、のグラフは、平面的グラフであるってことをちょっと紹介したんですけども、その時の、まあ、イメージを持ってもらえば良いという感じになります。なんかその、
三角形がそこからギューッとこの、その、このモデルをこう切り開いて、切り開いていくと、その一つの三角形をぐーっと押し広げていくと、全体をですね、その変更差ないように伸ばせます。伸ばせますので、それできるんですけども、穴があるとできないんですね。で、できないことをちょっと言うために、ちょっと図を見せると、こういう図があって、もう人の書いた図を見せるだけっていう、ちょっといけない形なんです。これ何かというと、これはですね、いわゆる、まあ、その穴が開いている局面の代表例と言われている、これトーラスと呼ばれるものです。一つ穴が開いているトーラス、これトーラスと呼ぶものです。まあ、ドーナツ型ということがあるかもしれません。でですね、これ何をやってるかっていうと、このドーナツ型の表面に、頂点数5のグラフを変更差がないように描いています。で、どこに頂点があるか、ここに青い頂点、ここに緑色の頂点、ここ赤い頂点、紫の頂点、で、下の方に黄色い頂点ですね。で、この曲線が、まあ、その辺を表している。そういう感じになっているんですね。辺を表している。で、なんかここに書いてある、この線は、なんかこの線となんか交わってるように見えるんだけど、これそうじゃなくて、この赤い点というのは実はですね、裏側にあるんですね。ドーナツ、裏側にある。裏側にある。で、だから、裏側をこう通って表に出てきてるんですよ、この辺っていうのはね。だからこれ交わってないです。交わってない。ですね、あそこら辺ちょっとこの見にくいんですけども、で、実はですね、この図を別の形で描いたのが、この右上の図です。で、この右上の図を、だからですね、何かというと、で、これ右上の図は何かっていうと、このドーナツの上に書いてる、トーラスの上に書いてるものと同じものなんですけども、書き方を変えてるんですね。で、どう変えてるのかをちょっと説明するためには、これ書き込まないといけないんで、別の図をちょっと用意してきて、書いたと。こんな感じ。書きました。これですね。これです。で、これ先ほどの図と同じように書いてるつもりなんですけど、これ何かというとですね、これはその、トーラス、先ほどのドーナツを、まあ、切り開いて、平面上に書いてるんですけども、だけどもなおかつ、それでもなお、これがドーナツの上に書いてるかのように見せるための工夫をしてます。で、どういうふうにするかっていうとですね、これは何かというとですね、ここでよく出てくる例はですね、ゼルダの伝説とか、それ今、商品名言うのは良くないですね。なんだろうな。ある種のゲーム画面、あ、ゲームだっていうのがこれ、ゲーム画面だと思ってくださいで。ゲーム画面、どういうゲーム画面かというとですね、これよくあるんですけど、なんかここら辺になんかキャラクターがいて、こっち側と右の方に歩いていって、この画面をはみ出したらそのまま指令が出てくる。というような、こう、そういう画面だと思ってください。で、上下もそうで、上の方、ここにキャラクターがいて、上の方に歩いていって、これはみ出たら、下の方が出てくる。っていうふうに思ってください。だからそういう空間なんだと。この正方形は、そういう空間なんだと思ってます。で、それは、実は先ほどのその、この、なんだっけ、トーラスの表面のような形と同じような形をしているというふうに見えるんですね。何かというと、だから別の言い方するとですね、今、何かというとですね、この、左側の、この二つの辺を貼り付けると、その、こう、右に歩いていったら左に出てくるような、から出てくるような空間ができます。で、それはですね、円筒なんです。だから今、この青で書いた二つの辺を、この同じ部品のまま貼り付けると、どういう図ができるかっていうと、なんかこういう円筒ができるわけです。今、この後ろ側にあるのが、この貼り付けたところですね。貼り付けると、こういうのが円筒ができるわけです。で、円筒ができたらですね、その後で、この上のところも貼り付けるんですね。同じように。この向きを、に沿って、貼り付けるってことをします。で、それはですね、この円筒においては、ここの部分と、ここの部分を、こう貼り付けるってことをするわけです。今これ紙だと思ってるから、その貼り付けるの無理だろうと思うんだけども、まあこれゴムかなんかだと思って、まあぐるっと巻けると、巻けると思ってください。で、巻いてあげると、これができる。って感じになってるわけですね。ですか。だから、まあ別に言うとすると、まあその、この元々あったこの、トーラスですね。このドーナツ型を切り開いて、この平面の上に書いてるんだけども、その切り開いたときに、その切ったところを、まあ今覚えてると思ってください。で、覚えていって、この青いところは、同じとこなんだなと。赤いところは同じとこなんだなと。だから、こう右に歩いていくと、同じとこが出てくるんだなというふうに思ってください。これいいですか？わかりますか？
これがわかんないとちょっと今後の話が難しいんですけども。いいですか？で、じゃいいとしたら、ですね。今、この四角形の中に書いてあるっていう図をずっと見ていくんですけども、そこに5頂点が配置されてるんです。1、2、3、4ですね。でですね、そこに辺が引いてあるんです。で、これは、頂点数5の完全グラフを描いてるんです。で、どう描いてるかっていうと、例えばですね、ちょっとまず、たくさん書いたものを消したいですね。たくさん書いたものを消したいって。たくさん書いたものを消したい。で、ですね、どうするかっていうと、どう見るかっていうと、例えばですね、この今、赤い頂点があります。ちょっと、色が悪いな。赤い頂点があります。赤い頂点。で、赤い頂点には4つの辺が接続しているなどがあるわけですね。4つの辺接続してます。で、そのうちの、1つは緑の頂点、1つは紫の頂点、1つは黄色い頂点に向かっています。じゃあもう1つの頂点はどこに行っちゃってるかっていうと、これは上を突き抜けて、ここに出てきてるんです。ですか。つまり、この赤い辺で上に行ってるのは、青い頂点と接続してる辺になっているということです。で、そうすると、この赤い頂点っていうのが、緑と紫と黄色と青っていう4頂点と隣接するというのがわかります。いいですか？いいですか？じゃあ同じように、じゃあ緑の頂点見ましょう。緑の頂点。緑の頂点はからもやっぱり4つ辺が出ていて、4つの辺が接続していて、緑からは、とは赤と紫と青は隣接してるんだけども、この斜め上にっていう辺を辿っていくと、右からまた出てきて黄色と隣接してる。わかるということです。いいですか？じゃあ同じように、じゃあ紫見てみると、紫はやっぱり赤と黄色と緑と隣接してるんだけども、横の線、右に行く辺辿っていくと、これは青と隣接してるんだとわかるということですね。いいですか？じゃあ、青い頂点見てみると、青と隣接してるのは、まず、4つ辺が出ていて、一個一個辿っていくと、緑と隣接していて、横に行くのを辿っていくと、紫になって、下に行くのを辿っていくと、これ赤に行っていって、で、斜め、下に行っての、左下に行ってのたどっていくと、これはここから、ここに出てきて、ここですね。で、黄色に行ってると。だから、青い頂点も4つの他の頂点と隣接してる。で、最後、黄色かな？黄色の頂点も同じように考えていくと、4つの頂点と隣接するとわかります。だから、これは、K5 をトーラスの上に、描画したものになっています。ここまでいいですか？ありがとうございます。あ、描画した。なおかつ変更差なくですね。重要で、なんでかっていうと、K5 ってこの頂点数5の完全グラフは、平面上には変更差なく描けなかったわけです。だけども、トーラス、この穴の開いた、このドーナツ型の表面だったら描けるんですね。こう、というわけなんですね。だから、この平面と、この穴の開いた、このトーラスっていうものは、根本的になんか違うわけです。根本的になんか違う。ってことがわかります。で、思い出してもらいたいのは、おっと、G って平面グラフがあって、連結だったら、オイラーの公式っていうのがあって、それは何を教えてくれていたかっていうと、n マイナス m プラス f イコール2。頂点数マイナス n の数プラス面の数は2であると。以上は正しいというふうに言っていたわけですね。だけども、このトーラスの上に今これ描かれている場合、これがですね、実は成り立たないんですね。あ、このオイラーの公式となったから。これは平面グラフだから成り立つんですけども、この場合成り立たないんですね。で、なんでかっていうと、だから、これ実際これ成り立たないことを今から見ていくんですけども、そもそもこれ、K5 なので、頂点数が5であり、辺の数が10であるってことは、その完全グラフ、5頂点の完全グラフだったからっていうことからわかります。ですか？で、面の数っていうのは、この描かれ方を見ないと、まあわかんないです。で、これ書いてるんですけども、この描き方には5個面があります。で、同じ面の
ところに同じ数字を振ってます。これがややこしいですね。で、これがややこしくって、これややこしかったから前もってやったんですけど、例えばこの4っていう面があります。4っていう面で、4っていう面がこう右側にはみ出ていて、はみ出ている先がここにこう来ていると。こういうことですね。で、これは一つの面だと。これ一つの面。いいですか？で、3っていう面がもっとややこしくって、3っていう面ここにこうあって、これはですね、こう上にはみ出ているところはここに出てきていて、右にはみ出ている部分はこっち側に出てきていて、その上の部分がここですね。こんな感じです。こんな感じで、その3っていう面が1個あるわけです。で、そうすると、この、描画、到達上の描画には面が5個あることがわかります。あるようです。じゃあ、この場合に n マイナス m プラス f ってことを計算すると、さあ、これ何になるでしょうと。これは5マイナス10プラス5だから、これ0なんですね。2にならないわけです。実を言うと、到達上に描かれた連結グラフ、点交差がない場合には、必ずこの n マイナス m プラス f は必ず0になります。だからこれはその到達に対する オイラーの公式ともまあ呼べるものなわけです。もう一度言うと、この到達の上に描かれた変更差なく、連結グラフに対しては、面っていうのが平面グラフの時と同じように定義できて、でその面の数を数えると、頂点数マイナス辺の数プラス面の数が必ずゼロになります。ほう、ということですね。いいですか？あ、いいですかって、まあ、これ証明してませんけど、こういうことになります。だからですね、その、トーラス、とその平面というのは全然、まあ、違う性質を持っているんですけども、で今から言うのは、じゃあ、先ほど言った、切り開くということですね。で例えば、じゃあ、これ、今、こういう経路っていうのが、その、まあ、三角形メッシュではないんですけども、描かれていて、まあ、それに沿って、まあ、三角形メッシュじゃないんですけどね、こう、通らすとね、描かれていて、そのグラフの辺に沿って、なんか切り開いて、うまくその、ペターっと、その UV マッピングできるようにしたいと思ったら、まあ、切るわけですけども、じゃ例えば、ここで切りましょうと。ここで切りましょうと。こんな感じで。で、これ切った後の図を書いてみました。切った後の図。で、そうすると、これ何が起きているかっていうと、今、だから、この赤い頂点とか緑の頂点とか、この今、切り開くために使っている辺っていうのは、この辺、この辺、二重化されてるわけです。この感じで。二重化されてます、この辺。で、この間の部分、この部分で切り開くってことを、まあ、しようと思ってるわけですね。まあ、間の部分、どうかな。この部分。この部分使って切り開こうと思ってるわけですね。で、そうすると、何ができるかっていうと、じゃあこの切り開いた後に、本当に、この、グラフは、これ平面的になるのかなってことをちょっと確認したいわけですよね。で、それは、ま、実際これ描いてあげればわかるんですけども、まあ、その前に、先ほどこのトーラスにおいては、オイラの公式が成り立たないっていう、足して引いて足したら2になるっていうことは成り立たないっていうふうに言ってたんで、このように、この切り開いた後のグラフにおいては、どうなってるのか、オイラの公式がどんな感じになってるのかってことをちょっと確かめてみましょうということをやってみます。で、そうするとですね、この黄色い部分ですね、ここを使って切り開きたいので、今この黄色い部分は、このグラフの面ではないとみなします。面ではないとみなして、この、そうすると、何が起きてるかっていうところについてみたいかな。あ、なかった。なかったんで、じゃあそれはちょっと やめて、実際じゃあこれを、この黄色で切り開いて、実際に平面描画を作ってみます。で、そう思ったら、これ切り開いてるんで、この切り開いて、で、実際、この、右側のこの正方形の辺と、左側の正方形の辺、もともとはその、ドーナツ型トーナツにおいては、同じ部分を、表していたものなので、この切り開いた左側を右側に持ってきます。だから、本来はこんな感じなんですよ。本来はこんな感じ。こんな感じで、で、この上の部分と下の部分っていうのも本来は同じところだったので、まあ、そこをうまく結ぶように辺を描いた。でそうすると、まあ、こんな感じになってて、これは、確かに、平面描画だな、ということがわかるわけですね。
で、この場合はちゃんと平面描画が得られたということが、まあ、わかるということになります。で、実際に、先ほど言った通り、この切り開いたここですね。ここを無視して、オイラーの公式を当てはめようと思うと、これまず頂点数は何かっていうと、もともとの頂点数は5だったんだけども、そこから3つ増えてるわけです。だから頂点数が3なんですね。頂点数3。で、辺の数は何かっていうと、もともと辺の数10だったんですけども、これ3増えてますね。はい、3増えてます。1、2、3増えてますね。一番最後の辺は、これ、一番上と同じですから、それは気をつけないといけなくて、だからこれ10プラス3になります。あ、ごめんなさい。n が3じゃなくて、5プラス3です。5プラス3。で、面の数は何かというと、面の数はこれ変わってないはずですね。変わってないはずですね。だからこれ、面の数、もともと何だったかというと、これ5ですかね。なんかおかしいな。なんか私の授業の前に計算したのと、なんか合ってないので。あ、合ってなくないんだ。だから、これを計算しちゃいけなかったんだ。計算するとなんかおかしいことが起こるってことはしてたんだから、これ計算しちゃいけなくて、計算は忘れてください。すいません。忘れて、もう一度言うと、ここで切り開くと、下のような、平面描画ができるので、すいませんでした。元々の話に戻ると、UV マッピングですね。そのテクスチャーを貼り付けるとかっていう時には、こういうその切り開き方を考えて、上げることによって、こういう平面描画が得られるので、まあ、嬉しいということになります。だからそういうふうにうまく、切り開かなくちゃいけないんですけども、その切り開き方については、いろんな、話があって、これはまたややこしいんですけども、例えば今の場合は、穴が一つだけだったから、割と話は簡単なんですけども、先ほどのですね、このハッピーブッダみたいに、これも穴がどこに何個あるのかすらわかるんです。ここに1個あって、ここに2個あって、ここら辺も穴が開いてる感じがするんですけども、ここら辺とかですね。ここら辺にも穴が開いてる感じしますよね。ここも穴が開いてるかもしれない。わかんないです。見えないですけども、まあ、たくさん穴が開いてる可能性があって、で、まあ、そういうところをうまくちゃんと切っていかないといけなかったりしますし、で、その時に、うまく、できたグラフっていうのが、ちゃんと、平面的になっていて、うまく、こう広げられないといけないというような性質を目指さなくちゃいけないので、まあ、そういうような形で、ちゃんと、切り開き方を見つけて、切り開いた後のグラフが平面的になるようにっていうことを目指さなくちゃいけないということを、まあ、やってるということになるわけです。まあ、だから、まあ、そういう意味では、今日じゃなくて、この13回ですね、のところで話した内容っていうのは、まあ、関係があると。いうことになります。いかがでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。ちょっと途中で間違ったこと言いそうになったので、その部分もちょっとなかったことにしてください。すいません。はい。それで、最後のコメントですね。トスタメンテのグラフを平面上に描くとき、立体的に後ろ側の面をひっくり返して広げ、外側に押し出されるような様子が、側の集まりが変形する現象に似てるなと思いました。で、まあ、そのような類似を思い浮かべると理解しやすいと思うんですけども、時間があれば授業が遅刻しますと言って、まあ、時間は、ちょっとじゃあ、あと5分ぐらい、話をちょっとしたいと思うんですけども、これはどこの部分の話だったかっていうと、ちょっとまた、スライドを見直してみたいんですけども、あってしまった。すいません。これですかね、多分ここですね。ここですね。このポスタメンテのグラフは平面的グラフだってことを説明するときに、まあ、これ、影でこれは図は作ってる。つまり、なんかこの三次元的なこの立方体が宙に浮いていて、後ろ側になんかスクリーンがあって、光を当てたその影がこういうふうになっている。で、これはどういうふうにやればできるかっていうと、まあ、このですね、まあ、一つなんか気にしている面があるとしたら、タメンテの面があるとしたら、その近くに、この光源、光の源を持ってくると、まあ、こういうふうにできます。という形になるんですね。で、これが別の見方をするとってことは、ちょっと授業中にも言ったかもしれませんけども、ちょっとそれを書いてみると、どんな感じかというと、ちょっとこれはですね、うまくできるかな。
先ほど見たように、まあ、ちょっと正方形の場合、正方形、立方体の場合でちょっと説明しようとしますけども、立方体がこう、これ今、3次元空間中にこう浮いているという気分で見てほしいんですけども、こう3次元空間中に浮いているんですね。で、浮いていったらですね、何をするかっていうとですね、自分のというか、ですね、視点をですね、この一つの面のすごく近くに持っていてください。どうやって書けばいいのか。まあ、その近くに持っていく。だから、その立方体があった、その立方体の面を一つ、その一つ、立方体の面の一つを自分の顔にですね、ずっとこう近づけると思ったんです。ずっと近づける。そうするとですね、どうなるかっていうと、その近づけた面の枠の部分ですね。枠の部分。で、その部分がフレームのようになって、他の、この辺や点、っていうのが、このフレームをスクリーンとしたようなところに映されているように見えるわけですね。何言ってるか全然わかんないかもしれないので、今からちょっとやってみますけども、やってみるって、図を描きますけども、何かっていうと、じゃあ、ここら辺に、これが3次元的にわかんないです。ここら辺に今、視点があったとしたら、何が起こるかっていうと、この奥にある頂点は、この枠をスクリーンとする、スクリーンのどこに映されるかっていうと、この点はですね、この二つの点を結ぶ線分と、この面の交わったところの点に映されるわけです。何言ってかっていうと、この黄色のところにある視点っていうのは、この奥にある点を、このスクリーン上のこの点に見るわけです。この場所に見るわけです。いいですか？で、それをですね、もうすべての点と、すべてのこう頂点と辺にさせているわけですね。この頂点は、じゃあそのスクリーン上のどこに見えますかってことを考えたら、これをその線分を作って、その交わっているところ、ここ。この線分とこのスクリーンを交わっているところに、この奥にある点は見えるということになるわけです。で、それ全部やっていきます。この奥の点、これはどこにあるかなってことを考えると、この線分を結んで、ここにあるかと。わかると。この点どこかなと。線分結んで、ここにあると。いう感じで、こうやってできていくわけです。このスクリーン上の点はそのまま、そのスクリーン上から、スクリーン上に見えます。そうですね。で、辺はどこに見えるかっていうと、辺がですね、ここにこう、あるわけですけども、辺に対しても、同じように、この線分上の点、の点を取っていって、それが、そのスクリーンと交わるところを見ていくわけですね。そうすると、初めに取ったところはここに交わって、次に取ったところはここに交わる。こんな感じになるわけです。で、そうすると、線分全体は、このスクリーン上のここに出てくることがわかるわけですね。こんな感じ。ですかね。じゃあ、こっちの、この辺。この辺はどこに出てくるでしょうってことは、これ同じふうに、ようにやるとできるわけです。で、そうすると、これはですね、ここに移ります。ここに、そのスクリーン上ここ出てきます。ってことをすると、この今、固定したそのスクリーン上に、どのようにその全ての点や点が映るのかってことがわかるわけですね。で、わかると、このスクリーン上に得られているものが、この多面体の平面描画になります。だから、一般的にはこのような形で、凸多面体の平面描画が得られます。どうでしょう、いいですか。これは、今はこれはその正方形じゃなくて、立方体でやってますけども、これはだから、どんな凸多面体、3次元凸多面体でもできます。で、ここからがちょっとした話で、もう時間伸びてる、ちょっとした話で何かというとですね、これ今この3次元多面体でやってるんですけども、同じことはもっと高い次元の多面体でもできるんですね。はあ、ということになるんですけども。まあ、そうすると、もっと高い次元の多面体って何なんだってことを、まあ、考えなくちゃいけないんですけども、まあ、例えばその4次元空間があるんですね。4次元空間に、まあ、こんな形でですね、多面体作れるんですね。で、そうすると、何ができるのかっていうと、4次元空間にある多面体を、この形の、考え方をすると、3次元空間の中に実現できます。今、ここでこの説明した。何かっていうと、3次元空間の中にあるものの見え方を遮影して2次元に落としてるんですね。
って二次元平面上で描いているわけです。で、同じことが四次元空間にある多面体に対して適用すると、それによって三次元空間内の物体ができます。物体ができます。イメージできますかね、まあ、できないと思うんですけども。で、今、皆さんお見せします。で、実際にそれをやるとどんなことがあるか、できるかというと、こういう図ができます。突然これ見せられて何なのか。これ今、これ右側ですね。これ左側は今の、方法を使って、正十二面体を描いたものになってますけども、この右側は何かっていうと、これは、120ステルっていうふうに呼ばれている四次元正多面体があるんですけども、その四次元正多面体を今私が言った方法で描いたものです。で、これはどういうふうに描いてるかっていうと、四次元多面体なんだけども、四次元多面体なんだけども、その四次元多面体の一つの面は三次元多面体なんですよ。で、その一つの三次元多面体の中に、その他の部分を全部押し込んでるんですね。で、それを三次元空間に作ったものを二次元上に描いてるものです。よくわかんないですかね。これなんだか、これは突然複雑なものを見せられてよくわかんないから、じゃあもう少し簡単なものを見せたいとしたら、簡単なものが出てくるかどうかをちょっと考えなくちゃいけなくて、120セルをクリックすると、ちょっと待ってね。例えばですね、じゃあこれファイルセット。ですね、これはですね、これはいいですね。で、これはこれグラフで言うと、先ほどの、頂点数の完全グラフと同じなんですけども、これは、三次元の中の四面体を、5つかな ?5 つ組み合わせてできた四次元多面体です。で、これどういうふうに見るかっていうと、今その4次元多面体を3次元の中に書いてるつもりでいるんですけども、これどういうことかっていうと、今、例えばですね、この、ここにですね、1,2,3,4,5,6 個こう辺があって、4つの頂点がこうあるんですけども、で、この真ん中の頂点は今このなんか埋め込まれてるんですけども、これが1つの3次元四面体なんですよ。3次元四面体。三次元四面体。で、これが、この四次元、多面体の一つの面なんですね。で、その面に、いくつかの面が、くっついてるんだけど、そのくっついてるのが、わかんないかな。これ、どう説明すればいいの?くっついてるのが、例えば、この、1,2,3,4,5 ってある、6か、ってある、この、後ろ側にある、四面体で、で、この二つの四面体は、この三角形を共通分布として持っていると。まあ、こんな感じになってですね。で、こういうようなことがわかるんです、ね。で、こうすると、で、こういうことをすると、四次元多面体の研究ができるようになります。だから我々は、その三次元多面体をその平面に移して、平面グラフとして扱うことによって、その三次元多面体の研究というか三次元多面体の性質を、例えばその正多面体が5つしかありませんよとかって話をしたんですけども、今ここで書いてるような、こういうその図の作り方ですね、をすることによって四次元多面体の研究もできるようになりますし、四次元多面体を図示することができるようになります。で、図示できるというのは非常に重要で、だからいろんなことはですね、やっぱりその図に書かないと、イメージわかんないわけですよね。で、まあ、皆さんがこの描かれ方でイメージわかるかはわかんないんですけども、まあ、少なくとも、こういうことに慣れていくと、だんだんその4次元多面体とかっていうことについて、イメージが湧くようになってきて、だんだんなんかその高次元がわかるような気になってくるかもしれません。ということの、まあ、一歩になっていると思ってください。そうですね。話しすぎましたので。よろしいでしょうか?よくわかんなかったかもしれません。すいません。だから、余談だと思ってもらって、まあ、こういうこともあるんだなと思ってください。はい。じゃあ今日のコメントに対する、この、あれですね、リアルタイム授業の内容はここまでになります。では、録画もここで終了になります。